カンボジア・ベトナム戦争は、冷戦の地政学的状況下で戦われた、ベトナム社会主義共和国と民主カンプチアの間の武力衝突である。戦争は1975年から1977年にかけて、ベトナムとカンボジアの陸海国境に沿った限定的な衝突に始まり、時には、四段規模の軍事編成での衝突に発展した。 1978年12月25日、ベトナムはカンボジアへの全面的な侵攻に踏み切り、クメールルージュを政権から駆逐して、カンボジア国土の大半を占領するも最高指導者のポルポトとクメールルージュの残党はジャングルに逃げ隠れ、地下活動を続けて長期化させた。中越戦争と合わせて、第三次インドシナ戦争と総称される。ベトナム戦争中、 ベトナム共産党とクメールルージュは両国内の新米政権に対抗するため連合を形作っていた。しかし、ベトナムとの共闘を固示していたにもかかわらず、クメールルージュ指導部はベトナム共産党がこの地域における優勢な軍事力でインドシナ連邦を形成しようと策動していることを恐れていた。優勢な状態にあるベトナムの計画を阻止するため、 1975年に、ロンノル政権が降伏した時、クメール・ルージュ指導部は、ベトナムで訓練を受けた同志を粛清し始めた。間もなく、1975年5月、クメール・ルージュに支配された、新生民主館プチアは、ベトナムに対する戦争を開始し、まずベトナムのフーコック島を攻撃した。 両国の間で戦闘が行われたにもかかわらず、再統一したベトナム指導部とカンボジア指導部は1976年を通じて表向きは両国の強力な関係を強調する外交を展開した。しかしその裏でカンボジア指導部はなおもベトナムの拡張主義と認識していたものを恐れていた。そのような中で1977年4月30日、 カンボジアはベトナムに対する別の大規模な軍事攻撃を開始した。カンボジアの攻撃に衝撃を受けて、ベトナムはカンボジア政府を交渉のテーブルに着かせることを目的に1977年末に報復攻撃を開始した。1978年1月、ベトナム軍はその政治目的に達しなかったため撤退した。中華人民共和国が 両国の平和交渉の仲介に当たろうとする中で、1978年を通じて、両国間に小競り合いが続いた。しかしいずれも、交渉の席で、受諾可能な妥協には至らなかった。1978年末までに、ベトナム指導部は、カンボジアのクメール・ルージュ政権を、中華人民共和国寄りで、ベトナムに反感を持ちすぎるとし、排除することに決定した。 1978年12月25日、ベトナム軍15万人がカンボジアに侵攻し、ほぼ2週間でカンボジア軍を殲滅した。1979年1月8日、親ベトナムのカンプチア人民共和国が、プノンペンで建国され、10年に及ぶベトナムの占領が始まった。この時期、クメール・ルージュ率いる民主カンプチアでは、数個の武装抵抗集団が、 ベトナムの占領に抵抗するべく結成され、依然として国際連合からカンボジアの正当な政権と認められていた。その裏で PRK の奮戦首相は平和交渉を始めるために民主カンプチアの各派に接近した。国際社会からの強力な外交圧力と経済圧力の下ベトナムは一連の経済改革と外交政策の改革を行い、 1989年9月にカンボジアから撤退することになった。1990年に開かれた第3回ジャカルタ非公式会議においてオーストラリアが主導するカンボジア和平計画の下 CGDK と PRK の代表団は最高国民評議会として知られる統一政権を樹立し権力を共有することで合意した。SNC の役割は 国連カンボジア暫定統治機構がカンボジア政府が平和的で民主的な家庭を通じ人民により選ばれるまでカンボジア国内の政策を管理することを任務とするものである。とはいえ SNC は国際社会においてカンボジアを代表することになった。クメールルージュ指導部は総選挙に参加しないと決定していたためカンボジアの平和への道筋は 難航が明らかであった。彼らは参加の代わりに、国連平和維持部隊への軍事攻撃を開始し、ベトナム系住民を殺害することで、選挙運動を粉砕する道を選んだ。1993年5月、最高国民評議会議長のロドムシハヌーク率いる、フンシン・ペックは、総選挙に勝利して、カンボジア人民党を破った。しかし、CPP 指導部は、 敗北を認めることを拒否し、CPP の票のほとんどが投じられたカンボジア東部の県がカンボジアから分離すると発表した。そのような結果が起こらないよう、フンシンペックの指導者、ノロドムラナリットは CPP との連立政権を樹立することで合意した。間もなくして立憲君主制が復活し、クメールルージュは新生カンボジア政府により非合法化された。 ベトナムは13世紀のアンコール文明とおよそ同時期にカンボジアに対して影響を及ぼし始めた。その影響は間接的に徐々に拡大し、19世紀前半のベトナムの直接支配に至るまで続いた。1813年、ナクオンちゃんがベトナムの助けを得てカンボジアの王位につき、その支配下でカンボジアは保護国となった。 1834年にナくオンちゃんが死ぬと、ベトナムはカンボジアを植民地にし、カンボジアはベトナム当局の下で支配され、ベトナムの省の一つとなった。1830年代を通じ、ベトナムは中国よりもインドの社会や衣服、宗教に由来しているクメール文化を消し去ろうとした。その後、カンボジアは南部の塩水部の多くを、 強制的に割用される状況下でフランスの植民地になったがこの時期においてもベトナムが支配する状況は続いた後にこの地域を回復する試みはベトナム侵攻に先立つクメールルージュ政権により行われた国境侵入で正当化されたカンボジアとベトナムの共産主義運動は第二次世界大戦に先立ち主としてベトナム人に支配され元々は インドシナ半島におけるフランスの植民地支配と戦うことを掲げたインドシナ共産党の創設とともに始まった。1941年、グエン・アイ・クウォックはベトナム独立同盟会を創設した。第二次世界大戦の終わりに日本が敗れ、この時、フランスに対する第一次インドシナ独立戦争が開始された。この時期のベトナム軍は、 武器や領食、部隊の輸送に大いにカンボジアを使った。この関係はベトナム戦争を通じて続き、その間、ベトナム共産党は南ベトナムを攻撃する輸送路や足掛かりとしてカンボジアを利用した。1951年、ベトナムは分離したカンボジア共産党の創設を指導し、独立を追求するために、 カンボジアの民族主義的分離主義運動を組めるセレーと共闘した。フランスの支配を終わらせる交渉であった1954年のジュネーブ協約に合わせて新政共産主義国家北ベトナムはカンボジアからベトミンの兵士と幹部をすべて引き上げた。しかし KPRP がその指導の下で主としてベトナム人やカンボジア人により組織されたために 約5000人の共産党幹部が行動を共にした。ベトナムが去ったカンボジアでは左翼の空白状態が生じた。間もなくその多くはフランスで共産主義教育を受けた若い革命家集団が帰国して埋め合わされた。1960年 KPRP はカンプチア共産党と解消し、この名称は KCP を記念する。 真の時代として、後にサロットサルや、イエンサリ、キューサムファンの周辺に形成された、多数派連合により採用された。この派閥は、クメールルージュの起源となり、毛沢東理論に、最も影響された、共産党支部の母体となった。クメールルージュ政権は謎に包まれた用語アンカルを、採用し、1977年まで、指導部の陣容は明らかでなかった。 公式の国家元首は、旧サムファンだったが、党を支配する二人は、ポルポトと異サリであった。クメール・ルージュの究極の目標は、カンボジア国家の構造を消し去ることにあり、資本家を封建主義者とみなし、土地所有者と帝国主義者の双方の議題について議論した。その過程で、もっぱら労働階級を基礎とした、無階級社会を作ることを望んだ。 クメールルージュの急進的な思想と目的は大衆と相入れない考え方であった。事実、共産主義革命は全くと言って良いほどに大衆への訴求力がなかった。この革命は、超国家主義的な主張や抑圧的で残忍な支配を用いるポルポトラの幹部を生み出し、彼らのプロパガンダは、 カンボジアへの希薄な支配を維持するベトナムを悪者扱いすることを目論んでいた。1970年から1975年の5年に及ぶクメール・ルージュの反乱では彼らと中国との緊張関係が生じ、クメール・ルージュに対する北ベトナムの支援は最終的な勝利に向けて不可欠なものであった。しかしベトナム戦争終結前でさえ、クメール・ルージュとベトナムの関係は 緊迫したものであった。ベトナム共産党とクメールルージュ軍の衝突は1974年にはすでに始まっていて、翌年ポルポとはクメールルージュと中国の友好関係を成分化した条約に署名した。1975年4月にベトナム戦争が終結するとすぐにベトナムとカンボジアの間で新たな紛争が起こった。以前の北ベトナムと クメールルージュは、お互い共存共栄の関係で戦っていた。しかし、クメールルージュは、ベトナム共産党はベトナムを指導者として、インドシナ連邦を作る夢を決して諦めないと考えており、大きな疑いの目で、北、ベトナムを見続けていた。このため、民主カンプチアは1975年に、プノンペンを陥落させると、すぐ、 カンボジア領土からのあらゆるベトナム軍の排除を決定した。両国間の最初の大規模な戦闘は1975年5月1日に正規し、カンボジア軍はカンボジア領の一部と主張するベトナムの風国島に侵攻した。ポルポとはクメールルージュの指導者であった。クメールルージュが1975年4月17日に勝利すると、 民主カンプチアの首相になり、ベトナムとの戦争でカンボジアを主導した。9日後の5月10日、カンボジア軍は、東チャウを陥落させて、進攻を続け、そこで、ベトナム市民500人を処刑した。ベトナム軍は直ちに反撃を開始し、フーコック島と東チャウから、カンボジア軍を排除、さらにカンボジアのポールワイ島に進攻して、カンボジアの行動に応じた。ポルポトは、 ハノイを訪れた同年6月、ベトナムとカンボジアが友好条約に署名し、国境問題に関する討議を開始することを提案した。しかし、この討議は決して実現することはなく、カンボジアはベトナムが2つの提案を拒否したと主張した。8月、ベトナムはポーロアイ島をカンボジアに返還し、正式にカンボジアに島の領有権があることを認めた。 この事件を受け、両国は一連の祝賀メッセージと、相互訪問で外交関係を修復しようとした。1976年4月17日、ベトナム指導部は、旧サムファンや、ヌオンチア、そしてポルポトがそれぞれ国家主席、人民代議員議長、カンボジア首相に、選出されたことを祝福するメッセージを送った。 さらにベトナムは1976年2月にシェムリアップをアメリカが爆撃したと主張して避難し、先立って断崖していたカンボジア政府の見解を擁護した。これらに対し、1976年6月にカンボジア指導部は1975年4月のサイゴン陥落でアメリカが支援する政権が崩壊してからのち 南ベトナムを統治していた南ベトナム共和国に建国7周年を祝うメッセージを送った。1976年7月、ベトナム戦争終戦後の再統一国家として、ベトナム社会主義共和国が建国されると、プノンペンラジンは民主カンプチア人民とベトナム社会主義共和国人民の戦闘的連帯と友好は絶えず活気に満ちて、 不屈なものへと発展していると宣言するコメントを放送した。しかし同月、ポルポト首相は、公の席で両国の関係に、障害と困難があるとベトナムのメディア代表団に語り、ベトナムとカンボジアの緊張を増すことになった。にもかかわらず1976年9月21日、ハノイやホーチミン市とプノンペンを結ぶ、最初の航空路が開設された。 1976年12月、カンボジア革命組織は、ベトナム共産党に第四回党大会開催に関する挨拶状を送った。1976年年末にかけて、ベトナムとカンボジアは、公式には、相互の関係を改善しようとしているように見えたが、両国の指導部においては、互いへの不信の方が勝り始めていた。ベトナムからすれば、自らこそが、 東南アジアの真のマルクス・レイニン主義革命の支援者であり、カンボジアとラオスに対して支配を及ぼすことは不可欠であった。確かに、それこそが北、ベトナムがロンノル政権と戦うクメールルージュを支援した理由であった。ベトナムはカンボジアの共産主義者が、 パテとトラーを同様、勝利の暁には親ベトナム路線を採用するとの希望のもとで支援を行っていた。しかしクメールルージュ支配区域で活動する北、ベトナム軍部隊は、自らの同盟軍からの武装攻撃にさらされ、早くも1973年には、その希望は粉砕された。カンボジア共産党内の親ベトナム分子が排除され、カンボジア内における、 ベトナムの立場は戦後さらに弱体化した。したがって1976年9月に新中派のポルポトと義兄弟のイエンサリが首相と外相を辞任するとベトナムのファムバン、ドン首相とレズアン共産党書記長はベトナムがカンボジアに対してさらに影響を与えられるものと楽観視した。 1976年11月16日のソ連の中ベトナム大使との指摘懇談において、レイズワンはイエンサリとポルポとの二人を中国寄りの悪い奴等と退りけた。その際、レイズワンはヌオンチアがポルポとの代わりに民主カンプチアの首相になり、彼がベトナム語のみの人物であるため、ベトナムは彼を通じて影響を与えられると確認した。 しかし、その後の数ヶ月に起きた事件で、レイズワンは、ヌオンチアに対する評価の誤りを修正することになる。一方、プノンペンのカンボジア指導部は、同国に対するベトナムの歴史的優越の結果から、ベトナム指導部に対する、坂幕嫌悪感と恐怖感を増大させていた。カンボジアからすれば、インドシナで優勢なベトナムの戦略とは、ベトナムで訓練された党員が、 カンボジア共産党とラオス共産党の一部になることであった。そのため、北、ベトナムで訓練された最初のクメールルージュ党員がカンボジアに帰国した際にはすぐに党から粛清された。ロンノール政権が破れてからはポルポとはソ連やベトナムの手先と考える人々を党やカンボジア政府から粛清し続けた。この時、 戦争でアメリカ帝国主義を独力で破ったと主張するクメールルージュ指導部にも勝る勝利史上主義の状況でカンボジアはベトナムに対する戦争に乗り出し始めたカンボジア軍がベトナムに対する戦争を準備していた時ベトナムの国営メディアは1977年4月17日民主カンプチア建国2周年記念の祝賀メッセージを送っていた 4月30日、サイゴン陥落2周年記念のこの日、カンボジアは、ベトナムの安山省北部への軍事攻撃という形で、答え、ベトナム人、市民数百人が殺害された。ベトナム軍は、カンボジアの攻撃地点へ部隊を移動させつつ、6月7日、ベトナムは、未解決の問題を討議するためのハイレベル協議を、提案した。6月18日、 カンボジア政府はベトナムが紛争地域から全部隊を撤収し敵対勢力間に非武装地帯を創設すべきとの要求でこれに応えた。互いに相手の提案を拒否し合い、カンボジア軍は国境を越えてベトナムの村落を攻撃する兵士を送り続けた。1977年9月、カンボジア砲兵隊は国境沿いのベトナムの村数村を攻撃し、 ドンタップ省の六村がカンボジア風評隊に占領された。間もなくしてカンボジア軍の6個師団が大任賞 20km ほど侵入し、そこで1000人以上のベトナム人市民を殺害した。カンボジアの大規模な侵攻に起こり、ベトナム人民軍は約6万人からなる8個師団を招集してカンボジアに対する報復攻撃を開始した。12月16日。 ベトナム人民空軍の小部隊の支援を受けたベトナムの師団はカンボジア政府を交渉の場に引き出す目的で国境を越えた。いざ戦闘が始まるとカンボジアの戦闘部隊がベトナム軍に押し戻されてすぐに占領地を失った。1977年12月末までにベトナムはカンボジアに対する明白な勝利を収めた。この過程ではベトナム軍が スバイリエン州を進撃し、首都には短期間止まった。ベトナムの報復が強烈であったとはいえ、カンボジア政府は反抗を続けた。1977年12月31日、キューサムファンは民主カンプチアの聖なる領域から、ベトナム軍が撤退するまで、カンボジア政府は一時的にベトナムと断交すると述べた。 1978年1月6日、ベトナムの師団は、プノンペンからわずか 38km ズの地点にいたが、ベトナム政府は、自らの政治目的達成に失敗したため、カンボジアからの撤退を決めた。撤退に際して、ベトナム軍は、後の指導者、フンセンを含む数多の囚人や、難民も避難させた。ベトナムの武力行使が、沈静化した代わりに、 カンボジア政府は、ベトナム軍の撤退は1975年4月17日のアメリカ帝国主義の敗北と並ぶ民主カンプチアの大勝利であると自画自賛した。カンボジアはさらに併合主義者に対する1月6日の勝利で、ベトナムから侵攻した敵は、カンボジア共産党とカンプチア革命軍、我が党の人民戦線において、 人民と国家の軍に対する大きな信頼を国民すべてに与えたと宣言することになった。このような背景からカンボジアの指導部は一人のカンボジア兵士は30人のベトナム兵士に相当し、そのためカンボジアが800万人のうちから200万の兵士を召集したら5000万人いるベトナム人を壊滅させてなお600万人が残ると訴えた。 実際のところカンボジア指導部はカンボジア人とベトナム人の状態を単純に無視しておりカンボジア人が長年の重労働や木が疾病で心身ともに疲弊しているのに対し貧しいとはいえベトナム人の健康状態は良かった。プノンペンのカンプチア級国民族統一戦線の本部だった場所のモンショ人口の不均衡に加えて 両国の戦闘能力にも大きな違いがあった。1977年、ベトナムは61万5千名の兵士と戦車900両を保有し、これらは人員1万2千名、機材として1個軽爆撃大隊を含む戦闘機300機を要する空軍に支援されると見られていた。対してカンボジアは7万名の軍で、重戦車はほとんどなく、装甲車は200両。 空軍の能力は限定的だった。このような大きな建設があったにもかかわらず、カンボジアはベトナムの国境地域の攻撃を続けて、侵攻をためらう気配は見られなかった。1978年1月、カンボジア軍は以前としてベトナム領の一部を占領し、ハティエンのベトナム軍基地を占領し始めた。1978年1月27日、 ベトナムは国境地域においてクメールルージュ政権を転覆させるようカンボジア軍に呼びかけ始めた。1978年1月9日から2月20日にかけての軍事衝突を背景にベトナムの外務副大臣ファンヒエンはカンボジアの代表団と対話を行うべく数回北京に向かったが結局対話は成立しないことが明らかとなった。 1978年1月18日、中国は副首相、東英町がプノンペンを訪れた際にカンボジアとベトナムのさらなる交渉を仲介しようとしたが、そこではカンボジア指導部の強力な抵抗にあった。その一方、ベトナム当局者はベトナムの講演を受けての軍事動乱を企む。 カンボジア東部戦線のクメールルージュ指導者ソピムとの密会を格作し始めた。同時期、東部戦線のカンボジア軍により、クメールルージュは交代を経験し、ポルポトをしてこの地域に裏切り者の創屈というレッテル張りをさせることになった。東部戦線はベトナムに汚されたと判断が下された。これを粛清する目的で、ポルポトは南西地域の部隊を、 東部カンボジアに動かし、地下の裏切り者を殲滅するよう命じた。このカンボジア政府の攻撃に持ちこたえられずに、副司令官編サムリンが逃亡する一方で、ソピムは自殺した。1978年4月12日、カンボジア政府は、ベトナムが、拡張主義の野心を捨て去り、カンボジアの尊厳を認めるのなら、カンボジアとベトナムは再び交渉の席につけると、 表明した。しかしこの表明では、ベトナムに対し、前提条件として7ヶ月間の停戦を試みるに、あたり、義務が数点付け加えられていた。ベトナム政府は即座に、この提案を拒否し、それに対して、カンボジアのニコ師団が、ベトナム領土に入り込み、安山省、バチュク村の2地区のほとんどの住民、3157名を、虐殺した。 バチュク村の虐殺の犠牲者の頭骨1978年6月、ベトナム空軍は1日あたり爆撃機30機を飛行させ、多数のカンボジア人に死傷者を生んだ、カンボジア国境付近への空爆を開始した。この時までに、東部戦線で生き残ったほとんどの指導者はベトナムに逃げ込んでいた。彼らは、ポルポトのクメール・ルージュ政権と戦うべく、ベトナムの講演を受けた。 解放軍を結成する目的で様々な秘密キャンプに集まった。その間、ベトナム共産党政治局はカンボジア戦略について話し合う会合をハノイで開いていた。ここで彼らはクメールルージュは中国の区別であり、中国はアメリカ合衆国を排除した後の政権の空白を埋めようとしてきたと断定した。このような経緯から中国は ベトナムの主要な敵とされ、毛沢東主義的、人民戦争理論へのベトナムの適応が、クメール・ルージュの治安機構に対して成功していない、ことから、プノンペンの外来政権は、伝統的な軍事組織により排除されなければ、ならなかった。国家指導部の判断を反映し、ベトナムの国営メディアは、クメール・ルージュに対する宣伝戦争を加速した。また、 ベトナム共産党機関紙ニャンザンは、クメール・ルージュ政権によるカンボジア国内の脅威からカンボジア人民を守るための国際的な介入を頻繁に寄求していた。これらのメディアは共に活動を行った。さらに、前年まで言ったような祝賀メッセージを送る代わりに、ベトナムメディアはその様相を一変させ、カンボジア軍がベトナムで軍事行動を続けているとして、ポルポトイエンサリ一派と、 カンボジア政府を呼び始めた。6月の終わりまでに、ベトナム軍は、カンボジアに対して、もう一度限定的な攻撃を始めるための複数の、師団を編成した。再びベトナムは、スオン市とプレーベン市まで、カンボジア軍を押し返し、その後に撤退した。しかし以前のように、カンボジア軍は国境に向けて、砲兵隊を移動させ、まるで無人の荒野を作り出そうとするように、 ベトナムの村々を砲撃し続けた。1978年後半、ベトナム指導部はソビエト連邦の政治的支援を要請したが、これにはクメールルージュ政権に対する軍事行動に向けたエネルギーの多くが当てられた。ハノイにいたソ連臨時代理大使は、1978年7月25日付、ベトナム外務省当局者の説明として、カンボジア政府は、 ベトナム国境沿いに通常の17個師団のうち14個師団と16個連隊を動員したと発表した。1978年9月上旬、レイズワンはソ連大使にベトナムは1979年初頭までにこのカンボジア問題を解決することを目指していると伝えた。ベトナムが対カンボジア軍事行動に向けた政治的な基礎を置こうとする一方で、 ソ連はカムラン湾の軍事部品や弾薬を引き上げていたと伝えられた。ベトナムのラジオはカンボジア軍部に対しポルポトイエンサリ一派を転覆するかベトナムに対する防衛に当たるかを迫りクメールルージュ政権に対する大規模な反乱を求めたと伝えた。同年10月フィリピンを訪問したカンボジアのイエンサリは現地の記者会見でベトナムとの国境紛争に触れ ソビエト連邦がベトナムに兵器や軍事顧問を供給しているとして非難。カンボジア領内で二人のソ連人の遺体を発見していることをアピールした。1978年11月3日は、コシソ、中越の外交の三角関係と、ベトナムのカンボジア侵攻における主要な展開点であった。この日、中国がベトナムに対して干渉してきた際に極めて、 重要となるソ連の軍事援助を保障する友好協力条約がベトナムとソ連の間で調印された。レ・ドゥックワイン将軍は国境地域沿いのベトナム軍部を完全に掌握しており、条約調印後の1978年11月予定のカンボジア侵攻に向けて彼と共に司令部と管理本部が創設された。 以前の損失を取り戻し、国境沿いの部隊を増強するため、ベトナム政府は35万人を招集した。新兵が訓練を終える間に10個師団が、国境沿いのロンアン省、ドンタップ省、タイニー省に配備された。ベトナムは、カンボジアラオス国境に向け、ラオス南方に拠点を置く3個師団も移動させた。1978年12月13日、 中国政府は、ベトナムに対する中国の忍耐は我慢の限界に達しており、ベトナムが制御できないやり方で振る舞うなら、罰せられるであろうと警告した。にもかかわらず、ベトナムがカンボジアの解放区にカンプチア級国民族統一戦線創設を発表すると、ベトナムの最終戦略の一端が明らかになった。ハノイでは、空分図の党員は、 あらゆる階級から構成され、独立した、カンボジアの共産主義運動であると主張した。クメールルージュの一員で、カンボジア第4師団司令官であったヘンサムリンが、クーフンズの議長であった。以前は、クーフンズは、カンプチア暫定革命政府として知られ、ベトナムに逃れた、クメールルージュの機関党員だった300人から、なっていた。 PRGK は1968年のソ連のチェコスロバキア侵攻と同様、在来型の軍事行動を採用し、ベトナムが人民戦争というアイディアを禁止する前に支援を求めて頻繁に外国へ代表団を送った。ベトナムの軍備増強に勝らず、カンボジア政府は中国の支援による軍備増強に忙しかった。以前の中国は、 限定的な武器弾薬の供与で民主カンプチアの国軍であるカンプチア革命軍を創設しただけであったが1978年にベトナムとの関係が悪化すると北京はカンボジアを通る追加の支援路を設けそれぞれの支援路を通る大量の軍用装備を増加させたベトナムが進攻を行う前夜にはカンボジアにはベトナムに接する東部戦線に約7万3000名の 兵士がいた。この時のカンボジア軍の文献隊は、すべて明らかに大量の中国製の武器で強化され、戦闘機や、警備艇、重砲兵隊、対空砲、トラック、戦車が存在した。加えて、クメールルージュ政府を支援する、軍民双方からの1万から2万名の中国人顧問がいた。1978年12月初め、ニコシ団から、なる。 カンボジア人部隊は、ベトナムの攻撃に合わせて、試験投入され、国境を越えて、クラティエの街に向かった。一方で、他の補助手団は、カンボジア軍部隊の補給路を立つために、地方の街道に沿って展開された。中国からの惜しみない支援を受けていたにもかかわらず、カンボジア軍は、ベトナムの攻撃に耐えられず、多大な犠牲を被ることになった。 1978年12月25日、ついにベトナムは、推定15万の兵により構成された13個師団を投入しての大規模な侵攻を開始した。これらの兵員は、重火器及び航空戦力により十分に支援されていた。はじめのうちカンボジアは、ベトナムの軍勢に対して、通常の戦闘方法で直接に挑んだが、しかしこの戦術の結果、 二週間でカンボジア軍の半数を失うことになった。戦場における多大な敗北により、カンボジア指導部は国の西部に向けて撤退せざるを得なかった。1979年に1月7日、ベトナム軍は空ン図メンバーと共にプノンペに入リした。その翌日、ヘンサムリンを国家元首とし、ペンソバンを カンプチア人民革命党初基調とする、親越カンボジア国家、カンプチア人民共和国が樹立された。ベトナムの侵攻により粉砕された政府と軍部の人員、その多くと共にクメールルージュ指導部はタイに逃れることを余儀なくされ、タイ政府からは温かく迎え入れられた。クメールルージュによりもたらされた圧倒的な経済問題や付随する難民にも、かかわらず、タイ政府は、 トラット県のカオラルンキャンプでクメールルージュを保護した。その間にプノンペンでは新生カンボジア政府が政治変動と繰り返された戦争の時代に大きく破壊された経済と社会を再生しようとしていた。しかし国家を再建しようとする新生カンボジア政府の努力は教育を受けた有能な人材の深刻な欠望という問題に直面した。 これは、過去4年間に教育を受けた人々のほとんどが、亡命したり、クメールルージュ政府に殺されたためである。年末までに新政府の国家建設の試みは、さらに西部地区の数個の反ベトナム抵抗運動に阻まれた。1978年7月18日、プノンペンを訪問した、北朝鮮の近東ール率外務次官は、カンボジア革命軍の側に立つと言明 友好国であるベトナムを名指しすることは避けたものの、中国と足並みを揃えて、カンボジアを支持する姿勢を見せた。1979年に1月、ベトナム軍と、その協力者の手によって、プノンペンが陥落して間もなく、民主カンプチアの代表団は、国際連合安全保障理事会に緊急会合を、要請し、この必要からノロドムシ派の行王子は退位した政府を、 代表することができた。ソ連とチェコスロバキアの強力な反対があったにも、かかわらず、国連アンポリはシハヌークにこの機会を与えた。シハヌークは、クメールルージュの人権侵害に距離を置いていたが、ベトナムが、カンボジアの尊厳を侵害する攻撃を行ったと、求断した。彼は、このような形で、全国連加盟国がベトナムへの援助を中止し、 ベトナムが樹立した政府を認めないよう要求した。後に、国連アンポリの非同盟諸国7カ国は、停戦とカンボジアからの全外国勢力の撤退を求める決議案を提出し、中国やフランス、ノルウェー、ポルトガル、アメリカ合衆国、イギリスから支持された。しかしこの決議案は、ソ連とチェコスロバキアの強い反対にあって、承認されなかった。 シハヌークは再び中国に亡命した。1979年2月16日から19日にかけ、ベトナムと新生カンボジア政府は2国間で平和、友好、協力条約に調印し、締結する頂上会談を行った。条約の第2条でベトナムとカンボジアの安全は相互に関係があると位置づけ、したがって両国は互いに帝国主義者と 国際的な反動勢力による陰謀と破壊活動に対して防衛につき協力し、それによってベトナム軍がカンボジア領内に展開することを正当化した。間もなくしてソ連や東欧の社会主義諸国、インドが即座にベトナム主導のカンプチア人民共和国を承認した。ソ連政府は PRK の注目すべき勝利を称賛し、 政府の社会主義建設に対して全面的な支援を表明した。さらにソ連はクメールルージュ政権のテロの記録を激しく非難し、中国により負わされたものであることを案に示唆した。第34回国際連合総会でカンプチア人民共和国と民主カンプチアの双方が代表権を主張した。前者はカンボジアと カンボジア人民の唯一の正当な代表でもあると国連安保理の参加国に伝えた。対して国連資格委員会は政権時代の恐怖政治にもかかわらず6対3で民主カンプチアを承認することに決した。したがって民主カンプチア代表団は中国の強い支援を受けて総会に代表を送ることができた。1980年1月 29カ国がカンボジア人民共和国と外交関係を樹立したが、以前として80カ国近くが民主カンプチアを正当な政権として承認していた。同時にアメリカや日本など西側諸国と東南アジア諸国連合加盟国はベトナムが武力でクメールルージュ政権を排除することを激しく非難した。タイはカンボジアと8 0 0トルにわたり、 国境を接し、歴史的にベトナムの拡張主義を恐れていた。そのような経緯から、タイはベトナムが直ちにカンボジアから撤退し、その上でカンボジア人民が外国の干渉を受けずに政権を選べるように要求した。インドネシアやマレーシア、フィリピン、シンガポールはタイの立場を支持した。さらにアセアンはソ連の強い支援を受けた。 ベトナムのカンボジア侵攻とその後の占領をこの地域の安全と安定に対する我慢の限界を超えた脅威とみなした。この見解は中国も共有しソ連の覇権主義としてベトナムがインドシナ連合にカンボジアを侵攻させると非難するところまで意見を進ませた。アメリカ合衆国はクメールルージュの民主カンプチアと いかなる外交関係も維持することは絶無であったが、国連総会で、かつての敵の加盟に強い支持を与え、ベトナム軍がカンボジアから即座に撤退することを求めるアセアンに同調した。1979年2月、中国は中越国境に展開する部隊を投入し、ベトナムのカンボジア侵攻に対して報復を行い、10日間で複数の県庁所在地に達した。 戦闘は中国側部隊が迷路のようなトンネルに遭遇して行き詰まり、それでも中国軍は3月2日にカオバンを、3月4日にランソンを占領した。平坦状況は良くなかったが、高速でハノイに向けて進軍していたという。しかし翌日、北京の政府は実際は激しい海戦の後、アメリカ軍がベトナム戦争で残した技術をもとに、 意外なことによく訓練され経験を積んだベトナム軍の激しい抵抗にあいベトナムに深く侵攻することはないだろうと発表した侵攻により脅威を与えることに成功したと確信して5 0 0ターずの進撃路に渡たり破壊されたものを残して中国は撤退したベトナムは湿地を回復しさらに中国の支援を失ったことでカンボジアは 自らの湿地回復に失敗した。樹立間もないカンボジアの PR 形成権は徴兵を行い、中越国境沿いの大部分の部隊をベトナムに駐留させる必要が生じた。このカンボジア軍の牽制は反乱と強い不平を生み出した。クメール・ルージュが1979年に1月に失脚するとカンボジア人民は平和と自由が戻ってくると信じた。 この新年は1981年に交付されたカンプチア人民共和国憲法で強固なものになり、憲法ではカンボジアは権力が人民に属し独立した平和国家であると歌っていた。しかしカンボジア人民は民主カンプチアの蛮行から解放されたことよりもベトナムが祖国を占領していると見る現状に絶望し始めた。 カンボジア憲法に書かれた内容と現実には深いズレがあった。この現状認識は、ヘンサムリに率いるカンボジア政府のあらゆる現場にベトナム人顧問が現れたことで強固なものになった。例えば1986年には、カンボジアの閣僚ごとに一人のベトナム人顧問がつき、三人いた副大臣の内和人に顧問が一人ついた。さらに、カンボジアの閣僚が行う。 最終決定は、ベトナム人顧問の最終的な承認を受けなければ、ならず、通常はこの人々が政策を決定した。1979年から1984年の PRK に敵対する国境の収容所。黒で示したのは、KPNLF の収容所。ベトナムのカンボジア占領と、ベトナムが組み込んだ政権に抵抗するため、クメール・ルージュは、 カンボジア人民に連帯とベトナムとの闘争を呼びかけた。しかしかつて経験したクメール・ルージュの蛮行のゆえに多くのカンボジア人は国民の自由の回復を目論むいかなる政治運動もクメール・ルージュとベトナムの双方に反対するものでなければならないと考えた。このような条件を受けて二つの非共産主義運動がベトナムの占領と戦うために結成された。 第一の組織は右翼で西側寄りの組織で1979年10月に孫山元首相により結成されクメール人民民族解放戦線と呼ばれた KPNLF はタイとカンボジアの国境に数カ所難民キャンプを運営しそこに数千の市民を収容していた最盛期には KPNLF の文献隊は 12000人から15000人の戦闘員を要すると見積もられたが、その3分の1は1984年から1985年のベトナムの換気構成における戦闘と脱走で失われた。それにもかかわらず、KPNLF は小集団のゲリラ戦により、ベトナムとその区靴のカンプチア人民革命軍を苦しめつつ、作戦を続行した。 別の非共産主義組織はシハヌークにより結成されており、フランス語の当時語フンシンペックで知られる独立、平和、中立、協力を掲げるカンボジアのための民族連合戦線であった。この組織はシハヌークが国連総会で味方として代表した後、クメール・ルージュとの関係を険しいものにしたとき結成された。フンシンペックの指導者としてシハヌークは 国連総会において以下のことを求めた。政権時代の犯罪のため、クメール・ルージュの代表を除名すること、クメール・ルージュやベトナムがカンボジアに組み込んだ PRK がカンボジア人民を代表していないという根拠に基づき、カンボジアの議席を空席のままにすることである。彼はまた、アセアン、特にタイが悪名高い共産主義組織への供給路を通って、 中国の武器供給を可能にし、クメールルージュを依然として承認しているとして批判もした。この協調や有効性、KPNLF や分身ペックの人気にもかかわらず、この二つの抵抗組織は、まとまりが薄いこと、また指導力、腐敗、人権侵害が行われているとされる点から、内部分裂に苦しめられた。ベトナム占領時代の初期には、 カンボジアの抵抗組織には違いを超えて相互に限定的なつながりがあった。クメールルージュでさえ国際的に広がりを見せた支援を享受し、1980年までに国際社会の改革に向けた圧力にさらされた。アセアンは1979年の国連総会で PRK 政権との対決を通じてクメールルージュを講演し、 また他の非共産主義運動との協調のために、血なまぐさい印象を隠す、要、クメールルージュ指導部に要請した。しかしクメールルージュと協調する、考えのため、また、フンシンペックと KPNLF は、蛮行で有名な共産主義組織との協調にうんざり、していることから、双方の指導部にある程度の当枠をもたらした。 それにもかかわらず1981年初めには共同戦線構築に向けた討論を行うためシハヌークと孫さんは追放された民主カンプチア主席級サムファンとの会談に臨み始めた。1981年8月の統一に向けた三者会談は利害関係の対立から決裂したように見えた。シハヌークはクメールルージュが復活することを恐れており、 ベトナム軍がカンボジアから撤退した際には、全抵抗組織は、自らの武装解除を行うよう提案した。同時に孫さんは、KPNLF が提案した、連合組織において指導的な役割を果たし、カンボジアでの残虐行為により、最も損なわれたクメールルージュ指導部は中国に、亡命すべきだと要求した。この条件に、Q サムファンは、対立する相手に対して、 クメールルージュと民主カンプチアの自治が損なわれるべきではないことを思い起こさせた。1982年11月22日、アセアンの講演を受け、シンガポールは三者が対等な権限を持って連合政府を作ることを提案した。シンガポールの提案は、非共産主義運動にとって公平な合意だと考える、シハヌークからは歓迎された。 シハヌークと孫さんが試みていることは、クメール・ルージュを孤立させようとするものだと見る、キューサムファンは、この提案を拒否した。しかしシハヌークは妥協した。相手の提示する条件で、クメール・ルージュと共同しない限り、フンシンペックに対する中国の支援がないことを、知っていたからである。そのため、1982年2月、シハヌークは違いを乗り越えるために、北京で、 旧サムファンと会合を設けた。もう一つの情報という言葉で、旧サムファンは民主カンプチアに関連する組織に他の抵抗組織は加えず連合政府を作ろうと提案した。しかし、国際社会でカンボジアを代表する正当な国家として、全政党は民主カンプチアの法的立場を守らなければならないと強調した。1982年5月、 シハヌークの要請で孫さんは、クメールルージュと連合政府を作ることを決意した。1982年6月22日、三社の指導者は、大河資金を提供する民主カンプチア連合政府を創設する協定に調印し、連合政府樹立を正式決定した。したがって、CGDK の内閣は、シハヌークを、 民主カンプチア主席に、旧サムファンを外交担当の副主席に、孫さんを首相にして成立した。内閣のもとに国防と、経済、金融、社会問題、構成、軍事、メディアを担当する省委員会が6つあった。1987年までに、人民や領土、政府、最高権威を含む独立国家としての4つの基準が、国内に欠けていたものの、 民主カンプチアは依然として国連総会に議席を保っていた。こうした制約があったにもかかわらず、CGDK3 派の部隊はカンボジアに関する国際会合などの妥当な国連総会決議を実施する目的を成し遂げようとベトナム軍と戦い続けた。シソポン・アランヤ・プラテート軍艦の道路の北のカンボジア対国境沿いの山々。ここは 警護計画の際にクメールルージュ戦闘員が隠れた地域の一つであった。ベトナム指導部がクメールルージュ政権を排除しようとカンボジア進行を開始した1978年、ベトナム政権は国際社会の否定的な反応を予期していなかった。しかし進行後に起こった事件でベトナム指導部は自らの目的に対する国際的な共感につき大いに 見込み違いをしていたことが明らかになった。ベトナムを講演する代わりに、ほとんどの国連加盟国は、カンボジアへのベトナムの武力使用を公然と非難し、かつて、カンボジアを、このような蛮行で支配した、崩壊した、クメールルージュ組織を復活させる動きさえあった。したがって、当然、軍事的な問題としてのカンボジアは、 国際社会でのベトナムに関する経済的問題や外交問題へと急速に発展した。ベトナムが隣国カンボジアを占領した10年を通じてベトナム政府とベトナムが組み込んだ PRK 政権は国際社会からつまはじきにされた。カンボジアに対する国際社会の政治的立場はそれまで長らく続いた紛争によってすでに荒廃していたベトナム経済に 深刻な影響を与えた。今までにもベトナムに対する制裁を行っていたアメリカ合衆国はベトナムやカンプチア人民共和国が世界銀行やアジア開発銀行国際通貨基金のような主要な国際機関に加盟することを拒否し他の国連加盟国にも国債を受けないよう説得した。1979年に日本はベトナムへの 経済援助をすべて延期することで圧力を強め、さらに、ベトナム指導部に対し、経済援助は、カンボジアや中ソ対立、ボートピープル問題に対する政策を修正すれば、再開されることになると警告した。スウェーデンは、西側で最も、ベトナムに、忠実な支援国とみなされていたが、事実上すべての国が援助を取り消すと。 共産主義国への関与を縮小することに決した。外交圧力に加えて1975年からベトナム政府が行った国内政策はベトナムの経済成長を刺激する点でほとんど効果がないことを証明していた。ソ連型の計画経済を構築することで農業と軽工業部門の生産が停滞したとはいえベトナムは 重工業の発展を最重要視した。さらに総人口の変異で生産効が減少したために、再統一後の南ベトナム経済の国有化政策は混沌を招いたに過ぎなかった。こうした経済政策の失敗に加えて、126万人の兵力を有する世界第5位の軍事力をベトナムは維持していた。したがって、 毎年120億ドルの軍事援助をソ連から得ていたとはいえ、ベトナム政府は軍事費とカンボジアでの作戦に予算の3分の1を費やさなければならず、よってさらにベトナムの経済再建の効果を妨げることになった。国際的な圧力を受けたベトナムは様々な地域の抵抗集団との弱体化した。 紛争に暴殺される状態から逃れるために、早くも1982年にはカンボジアからの部隊の撤退を開始した。しかし、ベトナムが指揮する撤退過程は国際社会の確認がなく、そのために外国の監視団はベトナム軍の動きを単なる部隊の入れ替えとしか扱わなかった。カンボジアから撤退するためにベトナムは1984年に、 警護計,計画として知られる5段階の戦略を明らかにし、この戦略は、ベトナムのカンボジア作戦を指揮したレ、ドゥックアイン将軍により行われた。第1段階は、ベトナム軍が、西カンボジアやタイトの国境沿いの武装集団の基地を、捕捉することが求められた。第2段階には、タイトの国境の抵抗集団を撃破し、住民の安全を図ること。 カンプチア人民革命軍を構築しつつ、国境を封鎖することが含まれていた。外国の監視団は、1984年から1985年の寒気の攻撃で、警護計画の第一段階を完了し、そこで数カ所ある反ベトナム抵抗集団のベースキャンプは占領されるものと信じた。その後、ベトナムの主要な10個士団は、地元住民を保護し、 カンプチア人民革命軍を訓練するために主要な県に残り国境での作戦に従事した。1985年までにベトナムは国際的な孤立と経済的困窮からソ連から送られる援助にさらに頼るようになっていた。1979年2月の中国の侵攻の際にソ連は14億ドル相当の軍事援助をベトナムに与え、 1981年から1985年には援助額が17億ドルを数えた。またその際、ベトナムが第3次5か年計画を実行するにあたってソ連は援助を行い、その支出のためにベトナム政府に総額54億ドルを供給し、経済援助は毎年結局18億ドルに達した。ソ連は原料品に関しては、 ベトナムの要求の90%を、また穀物輸入の70%を負担した。数値の上ではソ連は頼りになる友好国であったが、ソ連指導部の内心はカンボジアでの行き詰まりに対する、ハノイの処理に不満を抱いていた。ソビエト連邦自らも、また経済改革を経験中であり、ベトナムへの援助計画の負担に腹を立てていた。1986年、 ソ連政府は友好国への援助を減額すると発表し、ベトナムに取りこむ減額は、経済援助の20%を失い、軍事援助の3分の1を失うことを意味した。国際社会に再度関わり、ソ連や東ヨーロッパの改革でもたらされた、経済問題を処理するために、ベトナム指導部は一連の改革に乗り出すことを決めた。 1986年12月の第6回党大会で新たにベトナム共産党総書記に任命されたグエン・バンリンはベトナムの経済問題を改善するためベトナム語で刷新を表すドイモイとして知られる主要な改革を打ち出した。しかしベトナム指導部はベトナムのひどい経済状態は1978年の カンボジア侵攻に続く国際的な孤立の結果であり、ドイモイを成功させるには急激な防衛と外交政策が必要だと結論付けた。その後、1987年6月、ベトナム共産党政治局は、国際的な義務からのベトナム兵の完全な撤退や、60万人の軍縮、軍事費の比率の確立を求める。 決議第2号により、新しい防衛戦略を採択した。それから1988年5月13日に、ベトナム共産党政治局は、外交政策に関する決議第13号を議決し、ベトナムの対外関係の変化と多角化を進める、こととした。主な目標は、国連加盟国から課された、通商禁止を終わらせ、東南アジアや国際社会と融和し、 最終的には外国の投資と開発援助を呼び込むものであった。この改革の一環としてベトナムはアメリカ合衆国を長年の敵、中国を差し迫った危険な敵とみなすことをやめた。加えてベトナム当局の宣伝はアセアンを北大西洋条約機構型の組織とみなすレッテル張りをしなくなった。新たな改革を実行するにあたりベトナムは ソ連の支援を受け、7万以上の兵力を有する、カンプチア人民革命軍に数年分の武器を譲渡し始めた。その際、ベトナム防衛省国際関係部はカンボジアに手にした武器は、現在の作戦を維持するのに用いて、兵力を疲弊させかねない主要な作戦に加わらないよう助言した。1988年、ベトナムはカンボジア国内に、 約10万の兵力を維持していると見積もられたが、外交での解決の目途がつくと、本格的に兵力の撤退を開始した。1989年4月から7月に、ベトナム兵2万4000名が帰国した。それから1989年9月21日から26日までに、ベトナムのカンボジアへの関与は、 正式に終わりを告げ、残っていた2万6千名が撤退した。それまでに10年間の占領で1万5千名が死に、3万名が負傷していた。しかし、ベトナムがカンボジアに組み込んだ PRK 政権に反対する武装抵抗集団は、1989年9月以降、ベトナム軍は以前としてカンボジア領土で作戦を続けていると主張した。 例えば撤退後の西カンボジアの攻撃に加わった非共産主義集団は国道69号線沿いのタマルプオク近くでベトナム特殊部隊の精鋭との衝突があったと報告した。それから1991年3月、ベトナムの部隊がクメール・ルージュの攻撃を破ってカンポット州に再入場したと報告された。このような主張にもかかわらず、 1991年10月23日、ベトナム政府はパリ和平協定に調印し、カンボジア和平を復活させようとした。1985年1月14日、フンセンはカンボジア人民共和国首相に任命され、民主カンプチア連合政府の各派との平和交渉を開始した。1987年12月2日から4日まで、フンセンは、 カンボジアの将来を話し合うために、フランスのフェール・アン・タルドノアでシハヌークと会談した。さらに1988年1月20日から21日に会合が行われ、フンセンはシハヌークに、すぐにカンボジアに帰国することを条件として、カンボジア政府内の地位を提案した。しかしシハヌークは、受け入れの手筈はずは、プノンペンで整っているとして、この提案を受け入れなかった。 失敗したとはいえ、フンセンのカンボジア政府は、共に、ロンノール政権の閣僚だった、チェン・ヘングとイン・タムを説得して、カンボジアに帰国させることができた。カンボジアでの平和再構築に向けた、最初の重要な段階で、CGDK 代表団と PRK 代表団は、1988年7月25日の、第一回ジャカルタ非公式会議で初めて顔を合わせた。 この会合で、シハヌークは3段階の計画を提案し、まず停戦、次に、ベトナム軍の撤退を監督する、国連平和維持活動最後に、カンボジア内の全部総集団の各派を、単一の軍隊に統合するというものであった。ベトナムのグエン CEO、サッチャ外相は、関係する全政党に対し、カンボジアの問題を国内と、国とのもに分けるよう主張した。 したがって、平和の再構築を開始するにあたり、ベトナム代表団は2段階計画を提案し、それはまず、カンボジア各派による国内討論に始まり、次に関係国すべてとの円卓会議を行うというものだった。ベトナムの提案は会合で指示を得たものの合意には至らなかった。1989年2月19日の第2回、ジャカルタ会議で、 オーストラリアのガレス・エヴァンス外相は、カンボジア和平計画を推進した。これは、停戦や平和維持軍、選挙が行われるまで、カンボジアの主権を維持する連合政府の創設を成し遂げるというものだった。1989年4月29日から30日の、ベトナム撤退の前夜、平和合意を容易にするために、フンセンは新憲法を採択する。 国民議会の会議を召集し、曖昧な国家主権の状態を反映したカンボジア国に改名した。さらに仏教が再び国境になり、市民は私有財産を持つ権利を保障された。しかしその間にも、1989年にパリでは第一回カンボジアに関するパリ平和会議が開かれ、この場で武装集団各派の平和交渉は続いた。 1990年2月26日、ベトナム軍の撤退に続き、第3回ジャカルタ非公式会議が行われ、最高国民評議会が、カンボジア主権を守るために創設された。当初最高国民評議会は12議席を有することになっていて、3議席は CGDK 各派に割り振られ、3議席は親ベトナムのカンボジア人民革命党に割り振られた。 しかし、フンセンは、協定案に異議を唱え、代わりに、CGDK 各派に2議席ずつ6議席を与え、カンボジア人民革命党は6議席を有するよう、求めた。1991年、最高国民評議会が、国連総会でカンボジアを代表し、政治が開始された。それから、顕著な動きとして、フンセンは、党が民主組織であることを表し、 また革命闘争を放棄する取り組みとして、カンボジア人民革命党から、カンボジア人民党に解消した。1991年10月23日、最高国民評議会のカンボジア各派は、ベトナムやカンボジアに関する国際平和会議の15、各国とともに、パリ和平協定に調印した。カンボジア人民にとっては、カンボジア各派の指導者間には、 容易ならざる雰囲気が残っていたものの、20年に及ぶ、戦争や13年間の内戦が終わりを告げたように、見えた。この協定にクメールルージュを参加させるために、主要国は1975年から1979年までの時代に、ポルポト政権が取った行動を表す、集団殺戮という言葉の使用を避けることに合意した。その結果、フンセンは、 パリ協定が完全なものからほど遠いと批判し、ポルポト政権により行われた残虐行為をカンボジア人民に思い起こさせるのに失敗した、とした。ではあるが、このパリ協定により、国連安保理決議745号に合わせて、国際連合カンボジア暫定統治機構が創設され、カンボジア政府が民主的に選出されるまで主要な政策や統治業務を監督するという、 後半な権限がアンタックに与えられた。1991年11月14日、シハヌークは選挙に参加するために亡命先の北京から帰国し、数日後にはプノンペンに選挙事務所を立ち上げるために到着したクメール・ルージュの孫戦が続いた。1991年11月27日、キューサムファンもバンコクからカンボジアに帰国し、当初は 平穏な帰国になるはずであったが、旧サムファンの乗った飛行機がポチェントン国際空港に着陸した途端、罵倒し、傷つけようとする、怒れる群衆に出会った。旧サムファンが市内に出ると、別の群衆が事務所に向かう道筋に並び、車に物を投げつけた。事務所に到着すると彼はすぐ事務所に入り、直ちに中国政府に救援要請の電話をかけた。 間もなくして怒れるボートは、建物内に殺到し、キューサムファンを追い求め、天井のファンに吊るし上げようとした。結局キューサムファンは顔を血まみれにして、はしごから脱出でき、すぐにポチェントン空港に向かい、そこからカンボジアを脱出した。従って、キューサムファンの出発と共にクメールルージュの選挙への参加は疑わしいものになった。 1992年3月、カンボジアにおけるアンタックの任務は、22カ国からの部隊や6000名の職員、警察官3500名、1700名の文民、選出されたボランティアなど総員22000名の国連平和維持要員の到着をもって始まった。この任務は、赤し康氏が率いた。1992年6月、クメールルージュは、 正式にカンプチア国民連合党を決闘し、来るべき選挙には参加登録しないと発表した。さらにクメールルージュはパリ合意に基づく武装解除も拒否した。それからベトナム族が選挙に参加するのを妨げるために、クメールルージュは大量のベトナム人がカンボジアを脱出することになる。ベトナム市民の虐殺を開始した。 彼らは1992年の年末に向け、国連平和維持軍が完全に婦人する前に、戦略的な足がかりを得る目的で、コンポングトムに進行した。選挙前の期間に、数個の国連部隊が、クメールルージュが支配する領域に入ったために攻撃を受けた。選挙期間中にクメールルージュが行った脅迫にも、かかわらず、 1993年5月28日、フンシンペックは、カンボジア人民党の38.23%に、対して45.47%を得て勝利した。明らかに敗北したが、フンセンは選挙結果を受け入れることを拒否し、そのために、国防省は、カンボジア人民党を支持したカンボジア東部諸州の分離を発表した。フンシンペックの指導者で、 シハヌークの息子であるノロドム・ラナリット王子は国家を崩壊させないためにカンボジア人民党との連合政府形成に合意した。1992年9月21日、カンボジア立憲国会は新憲法を承認し、ラナリットが第一総理大臣になり、フンセンが第二総理大臣に任命された。1991年9月23日、 ノロドムシハヌークを国家元首とする立憲君主制が再構築された。1994年7月、カンボジア政府はパリ協定に反する行為を続けていることからクメールルージュを非合法化した。最も重要なことはカンボジア政府も民主カンプチアが犯した集団殺戮や残虐行為を明確に認めたことである。カンボジアの軍事占領は ベトナムの外交政策に重大な影響を与えた。1954年に独立してから外交政策に関するベトナム共産党の観点は共産主義と非共産主義の二つの陣営の世界秩序を維持する必要性を最重要要素としていた。確かにベトナムがソ連に表すカンボジア人民共和国と調印した友好条約はこの観点と矛盾しない。 しかし、ベトナム共産党指導部のイデオロギーから来る行動原理は、クメール・ルージュ政権が崩壊した後の1979年のベトナムの非難に示されるように限定的で非常に欠陥のあるものであることが証明された。その後、ベトナム政府は世界から孤立することになり、国家再建の努力は資本主義の西側諸国からの援助を受けられないという。 障害に見舞われた。さらに、カンボジアに、ベトナム軍がいるということが、中国やアメリカ合衆国、アセアンとの外交関係の平常化を妨げる、障害となった。ソ連や、東ヨーロッパの社会主義国が経験した、衰退の中で、ベトナム政府は、ベトナムの疲弊した経済を活性化する巨大な努力の一環として、近隣の国との外交関係修復に乗り出した。 1979年の侵攻以来、中国は、ベトナムの北部国境に圧力をかけており、6、H やトゥーヤン省は、日常的に、中国の砲兵隊により砲撃された。1985年9月、H やトゥーヤンへの中国の砲撃には2000発が、打ち込まれ、空前の量に達した。国境地域沿いの武力衝突の状態を緩和し、最終的に、 中国との関係を平常化するために、ベトナム政府は1986年の第6回党大会で中国への敵対条項をすべて削除し、ドイモイ政策も採択した。1990年8月、オーストラリアのガレス・エヴァンス外相が作成したカンボジア和平計画により、中越両国は和解に向けて動いた。1990年9月上旬、ベトナムの道、 ムオイ首相や、グエン・バン・リン総書記、ファム・ファン、ドン・ゼン首相は、生徒に向かい、そこで、中国の理法首相や中国共産党、郝拓民総書記と秘密会談を行った。1990年9月17日、ボーグエン・ザップ将軍は中国を訪問、中国政府に、かつての助力の例を述べた。ベトナムの中国との外交関係に関する改善が、 表面的な調印を迎えたものの、ベトナム指導部は、プノンペンの傀来政権を弱体化できる和平計画を全員するのに乗り気ではなかった。しかし1990年2月の第3回ジャカルタ非公式会合において、カンボジア4%派が権力の共有について輪郭を明らかとし、また合意に達した。これにより、ベトナムと中国は、 急速に正式な外交関係再構築に動いた。1991年11月、新たに選出された、ベトナムのボーバンキエット首相は、北京に向かい、中国の利法と会い、正式な外交関係を築かずに10年後に、両国間の外交関係を再構築する11、過剰の共同声明を発表した。 カンボジア紛争の終結で1979年からアセアンが行ってきた通商禁止や援助禁止も終わりを告げた。1990年1月、タイのチャートチャー・イ・チュンハワン首相や他のインドシナ半島の国々はアセアン加盟に向けた大ベトナム支援を公に表明した。1991年後半から1992年前半の時期に ベトナムはアセアンの数カ国との関係を修復した。その結果、1991年から1994年にかけてアセアンの投資がベトナムでの外国からの直接投資の15%を占めるまでになった。明白な経済利益は別にしてアセアンは冷戦後の時代におけるベトナムの対外的な脅威に対し、 安全保障を行う平和的な環境づくりも行い、この時期にはソ連の援助はもはや得られなくなった。したがって中心となる ASEAN アア当局者たちは1994年のバンコクでの ASEAN アア閣僚会議に参加するようベトナムを招待した。この後の1995年7月28日、ベトナムは公式に7番目の ASEAN アア加盟国となった。 その際、1995年8月、ハノイのアメリカ合衆国連絡事務所は、アメリカ合衆国のビル・クリントン大統領が1995年7月11日に、ベトナムとの外交関係を正式に平常化すると、発表した後で、大使館に格上げされた。ありがとうございます。